マジ？何するんだ？はい、先生。今回ですね、はい、インドに行くということで。はい、インド遠征。はい。そうですね。海外遠征が来たと今回一緒に行ってくれるおかげんさんです。おかげんさんですね、よろしくお願いします。ゲストですよ、おかげんさん。おかげんさんはもうね、世界各地回って釣りをしてるので、インドのこともね、ちょっと教えていただけるということで。そうですね、ありがたいです。よろしくお願いします。自信ないですけど。いや、心強いですよ。今我々は現在空港にいるんですよ。はい。で、今からすぐインドではなくて、一回香港を経由してインドに行かないといけないんで、今日は香港に滞在して明日インド、早速、はい、飛行機乗りますから、なんか早く乗れみたいな感じで。もう時間ですね。時間なんで。はい。遠い。ポケモンや、ファビゴン、スラトウ、ピカチュウだ、夏。で、その隣ですね、僕らはその隣、無地ですね、無地の飛行機に乗ります。はい。今から乗ります。これね、もうトラブルなしで行きたいですね。はい、これトラブルなしとか言いながら、そのとなんかハローキーがなんか遅れたんですよ、乗るの。どうしたっつって。何もないですよ。はい、なんかゲート通るのなんか遅くまで何でねっつって聞いたら、あの気合い入れてモンスターの無双で買って、開けて一口二口目で、あの中に持ってきないっすって言われて。なんかね、こういう風に缶は持ってきていいんだけど、うん、蓋ができない缶は持ち込み禁止だし、うん、あのゴミ箱の前で息するっていう。まさかの。そうですね、ハローキーはダイエットしてるんですけど、はい、もう今回インドではチートデーということで、はい、10日間は好きなもの食べます。そうで、1日目からもう糖質取るぞって言って気合入れて飲んでるんですよ。そしたら気合入れたらいいけど、あの2時間ぐらい飛行機で寝るから目が覚めて多分寝れないと思う。すっきりするかもしれない、逆に。気合入れるタイミング間違えたら。そしてもう今通路の方ですね、今。いやー、楽しみだ。じゃあ今から乗ります。はい、ということですね、無事香港に着きました。いやー、嬉しいね。はい、どっかジャッキーちゃんぶら下がってないかな。ジャッキーちゃんぶら下がってない。横にでもいるわけじゃないからね。めちゃくちゃ大きい空港なんで、迷わないようにして。あ、迷ったら終わり。那覇空港よりもやっぱ大きい。全然でかい。全然でかい。那覇空港6倍くらいあるんじゃないですか。6倍やば。空港内に電車走ってんの。え、空港内に電車走ってる。電車走ってる。すごっ。内地と一緒やんけ。すごい、都会だね。めちゃくちゃ広い。あ、さあ、ここからどこに行ってくるんだ。さあ、ここから2択。あ、もう。あれ、これか、なんか、イミグレーション。やっぱ、おかげさんいると助かりますね。助かるね。俺たち今、おかげさんいなかったら左曲がってたからな。そう、危なかった。香港は比較的数来てるんで、20回ぐらいある。20回ぐらい来てる、すごい。もう歩き方があるからね、もう慣れてますね、これ。歩き方。格の違いが出てますね、これ。ほんと心強いですね。望みの方が見えてます。何なの？山がある。見たらトンガチュ。あ、あっちの空港？まだまだいっぱい。すごい。だからね、お土産売り場みたいなのが、まあ結構は、まあ左右あるんですけど、香水の匂いがやばいですね。こんな匂い出して怒られんぐらい、あの香水の匂いがする。嫌な人は嫌だっすけどね。ありがとう。Thank you。さっき仲良くなったの吉田さんですね。はい、吉田さんに似てたんで。似てる。セブンもある。なんか安心するね。香港にセブン来てますね。これ日本語も載ってるんですよね。本当だ。ウィーダーとか書いてある。このプリンとかね、絶対日本語じゃないと売れない。面白い。ホタテがある。あ、すげえ、ホタテおにぎり。ちゃんとこのおにぎりのとこだけは日本語っていう。あ、本当だ。これのね、ザリガニがあるんですよね。ザリガニもあるんですか。そう、どこもないんかな。なんですか、それも巻物だ。なんとか手巻きとか。しかも結構重い。うん、面白い。ずっしりしますね。あら、おいしそう。巻物みたいなの買って。はい、巻物。これをなんか書かないといけない。書かないと入国できないらしい。名前とか。そうです。性別ですね。基本的なことです。これから今日泊まるホテルを探そうと思います。だいたいね、今日泊まるホテルを今日探す主義なんですよ。なんか釣れるとかその日によって変わるじゃないですか。はい、はい、どうしてもまず部屋は、そう、一人一部屋この値段。あ、一人一部屋がいいんじゃない。やっぱりあのね、そうですね、一人スケベしたい人もいるかもしれないから。5000円っていうのがあります。あ、これも、まあ、ここ安いんじゃないですか。レジェンド。レジェンド名前がもう最高ですね。大江さん、海外で野宿したことありますか。
あ、しょっちゅうです。大丈夫しょっちゅうだ。キャンプとかもあります、うん、危険な目とかないですか。振り返ってみれば危険やったんかなっていうのはあります、ね、あ、大体でも僕の方が危険でしょ。そう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 、だから感じなんか、うん、こいつやばそうだろってなんかしてくる。いろいろこっちにも見えるっていうか。あっちには滝がある。モニターだけど。モニターの滝すごいな。嫁、多分これ貝だな。沖縄飯って書かれてる。あ、これポータマがいいね。沖縄ポータマだ。え、なんかチキンだよ、でもなんか、ね、すごい。これ謎、また巻物、うん、超旧しばし牛。あ、これは分かるよ。あ、これなんかあるよ。半熟卵って書いてそのままだな。どっち行く。これ半熟卵ちょっと気になるな。じゃあこれひっちゃん。じゃあ俺、これ謎の巻物行こうかな。じゃあ俺沖縄行っていいですか。後ろ、あ、でかっ。最初から切れてる。あ、すごい、もう切られてる。じゃあこれ取れるんじゃない。これなんかあの、あ、すごい、見てこれ海苔どこ行ったっていう。海苔どこ行った。これライスバーガー。海苔が紙かかってる。すぐ剥がれる件について。ちょろっと、ちょろっと一回これ出してみて。でも大丈夫よ。海苔どうなってるこれ。ポンってなってるんだよ。ちゃんと当てよかった。日本の技術ってすごいんだな。海苔をちゃんとくっつかすっていうのは。どうどうだ。この前はちょっと若干パサ、うん、パサパサしてる。硬い、ちょっと硬い。硬い、あ、冷蔵庫に冷蔵庫から米をそのまま食ったみたいな感じ。じゃあ温めてもらった方がよかったな。うん、まあ、けど日本の米にそのままほら食えるさ、うん、温めんでも。確かに。あれとは質が全然違う、うん、でも一応味は美味しい、うんうん、ちょっと脇に挟んで温めとくか、じゃあこれ、うん、食べる頃にちょっとあの、あれだな、めっちゃ塩気強いかもしれない。はい、そしてですね、日本円から香港のお金にチェンジしました。じゃあ謎チケット売りますね。はい、行きたいのはここなんですよ。チムサーチョイって言うんですけど、ここに現在地が、現在地はここですね。だからここから電車乗って ここ、ここで乗り換えて、あの、あちらに券売機みたいなのがあるんですけど、そこでスイカみたいな、うん、ゲットしたっすね。クズ流星みたいな感じ書いてある。クズ流星、流浪に転身ですね。電車らしいですね、これ。見てください、これ。すごいね。うん。来た。電車来ました。うん、行くか。行きました。あ、こうなってんだ。さあな。隙間か。隙間でけえ。え、こういうふうに。場所取りしました。ありがとうございます。すごい、快適だ。こっちから、スイングギーって、これディズニーランドだな。で、スカジリオさん行って、香港。すごいっすね。あの、なんか札並ぶベルがすごい。窓がめっちゃ多い。大都会。都会だね。都会っすね。全然都会だ。じゃんけんぽん図工。はい、到着。初めてのハロッケー。あ、来た。よいしょ。これでね、かざしていくっていう感じですね。はい、開きました。じゃあ、OK。ギリギリ行ったぜ。あ、タクシーだ、タクシー。タクシー。あ、タクシー待ちだ、ほら、見て。タクシーのマークある。チムサーチョイっていう、一番上に、左の上にある35度分のところに行きます。はい、早速タクシー来ましたね。はい、ここでお別れですね。行かない。下げとこね。さよなら。入らないんじゃない。さよなら。まさかこれが最後だとはな。うん、誰も思わんかっただろうな。あ、先輩、あれ。一緒。同じ。Why? Try? Okay. Okay. ちょうどは、さすがに入らんか。縛らないんだ。大丈夫。はい、タクシー走らして5分ほどですね。で、あちらの前のタクシーが岡健さんと三三の子が乗ってるんですね。ホーミングって言ったらなんとなくツーって今ついてってますね。追尾っていうのがちょっと英語で分かる。サイズリアがあるケンタッキーもあってね。
すごいね。沖縄でいう国際通りっすね。あ、ガジュマルがあった。ガジュマルじゃん。立派なガジュマル。ドンキがある。到着。イーロン・マスクみたいな、うん、マックもある2階建てバスだ、すげえ。おもちゃ置いてるマッサージ50分280だって。あ、ここかフィットネスのところだ。こちらですね、レジェンドゲストハウス。ホテルの受付終わりました。今俺のやってる、俺んち来ないかって言ってる。俺んち来ないの。どんな感じなんですか。大きいっすね。こんな感じなんですけど、ダブルベッド広いっすね。広いな。今トイレ入ろうとしたんですよ。本当に急いで掃除したんだぜ。便器ビチャビチャ。便器もろベチャベチャ。ドライヤーもついてるね。いいね。もう本当にドライヤーなかったわ。これはさ、あそこから正面だったら多分起こしてくれるんだろう。一番嫌だけど。ちょ。嫌な正面5度なのか。冷蔵庫もやっぱりコンセントが違うね、日本と。冷蔵庫は中どうなってんのこれ。空っぽ。枕も2つで。いいね。1人枕投げできるさ、これ。誰もいないのに。こっちは僕の部屋ですね。すごい、なんか狭いっす。おかげんさんは、下の階。うん、おかげんさんはね、ゲストですから。ちゃんといい部屋を優先的に。選んだ結果です。どうですか。なんか下がってきました。ここからの刑務所まで出てきた。トイレいるか。こんなでかい部屋やと思って一瞬喜んだけど、またさらに中が。まだなんですね。で、この一番最初のここなんですよ。ここなん。あ、そこ。スペシャルゲストですから、おかげんさんは。真っ暗。そう。あ、すまん。やばくないですかこれ。通路からのベッド。やばくないですかこれ。あ、何この白いの。何の白い。漂白。漂白。シミがあるんですね。冷蔵庫が膝下にある。ちっちゃすぎ。これでも刑務所と同じサイズですね多分。そうなんですか。なんとなく。そうなんです。落ち着く。あ、狭い部屋が好きなんですね。そうですね。もう気づいたらあっという間に5時か。5時。もう暗くなるね。5時。早い。早い。5時。けど安心したね。無事ついたね。おかげんさんのおかげです。おかげんさんのありがとうございます。経験が物を言うっていう。経験っていうか、受付のお姉さんとも英語でも会話ペラペラ。全然おかしいでしょ。いや何言ってるか自分ら分からなかったですからね。お姉さんもおかげんさんと LINE 交換するか何でそんな。そんなペラペラやったかな。なんとね、おかげんさんがすごい美味しいご飯屋さんがあるよっていうことで。マジっすか。これからそこに向かうっぽいっすね。宝石店がやってるわけですね。本物なんすか。本物だったか。これいくら1170ってことは。いや、重さですね。あ、重さっすか。はい、1.7キロ。 1.7キロの金で、やば。ここがなんか香港の都会の場所らしいですね。原宿的な、うん、原宿的な2月なのね、暑いね。ね、暑い。プロテイン、プロテインショップ、プロテインショップがある。髪色変えショップもある。カバンショップもある。何でもある。アジアンショップもある。何 B 級ショッピング。すごい、 B 級フィードもある。すごいな。あ、どうやってあれ変えたんだろう。急にあのスラムチックやったな、うん、サラム感満載だな。アメ横丁がある。アメ横丁すごい。アメ横丁、日本語安心するよね、うん。駅やばいな。日本語も考えてる。マポ。こっちました。20年味変わってないはずなんです。20年味変わってない。コロナ禍の前に行ったきりなんです。なんだこれ。カクかもしれない。カクタイプの顔か。
多分ペンがあるってことはそういうことですよね。そうですね、わかりやすいね。北京ダック食ってたよな、本場の。マジっすか。麻婆豆腐じゃん、これ。麻婆豆腐美味しい。うわ、やばい。いいな。そう。うちは昼の炒めの豚包みすごい。めっちゃ美味しい。見たことない。好き嫌いないんだ、なんでもお任せで。そうっすね。ウーロン続きのね、サンサンキュー。ウーロン茶、本場のドキドキ茶らしい。あの、アイスでウーロン茶ありますかって言ったら、あ、そんなもん落ちれないよって言ったら、笑わすっていう。大爆笑しました。お前ら笑わすっていう顔で、ちょっとね、言われたんですけど。カメラ回してよかったな、大爆笑してたから。入れてみたの？おお、すごい。まあ、ここはまあ普通のウーロン茶だね。人参？なん、人参？あ、ほんとだ。ウーロン茶にはうるさいからな、酸素の声。あ、お疲れ様です。あ、香りがいい。香りがいいね。香りがちょっと甘そうな香り。バニラに近い。うん。これでもいい。ああ、いいですね。いつも多分飲んでるウーロン茶と違う。すげえ見ました。来ましたね。小籠包？小籠包。うわー、まあ美味しそうだね。肉団子。こうやって取る。こう。どこ漬け？こういう感じ。いただきます。いただきます。めっちゃ熱いですよ。めっちゃ熱い。今で今で言ってこう。あ、分かった。あ、これは今水飲めばいいやと思ってるけど、水も熱いっていう。いただきます。ちょっとずつ。あ、大丈夫？うん。うまい。お、おいしい。お、肉汁がふわっと出ますね。まあ、ダイエットやってる人もやめますわこれ。マーボーちょっと辛いね。やっぱ日本の麻婆とは違う味が。マグヤさんももう箸が進んでますね。中に入ってる水餃子も箸から味ついてるって感じ。OK?OK 美味しいですちょっとね、あのウーロン茶ちょっと熱いなってことで、フルーツティー、なんかリンゴからシークワーサーから、うん、レモン、あとはドラゴンフルーツ、いろんなの入ってる、うん、八百屋さんに来た感じですね、今。八百屋さんに来た。いろんなフルーツの味がする。うん。来ました。来ました。これね。イエス。まず出たぜ、この時は。この時は。これね、マジでびっくりするぐらい。絶対熱い。僕が熱さ。熱さ。あ、最初ソースから。そうそう。ここを入れます。で、長ネギ。はい。あ、これ、硬すぎるわ。ダックが硬い。ダックが硬い。はい。じゃあ折りたためきれないもん。折りたためきれないです。これ。しかも広いから。舐めさせていただいて。これ無理ですね。これ。閉じれなかった。さあどうですか、お姉さん。美味しいですか。うまい。うまい。うん、いただきます。おお。美味しいな。うま。包んでる皮みたいなのが、あの甘いみたいな、なんかね、うん、甘みがある、うん、来ました、こちら無限餃子すね、無限に食えると言われている餃子すねは、その無限餃子がなんと、はい、3個まで出してですね、1人3個まで、1人3個まで、急に無限だらけだって有限餃子有限餃子ですね、うん、一でうまいから、ね、うん、ちゃんも食べてみたうまい、おいしい、いただきます、うん、こらこれラー油だ、ラー油うまっ、シューマイにちょっと近い、うん、全部美味しかったね、うまい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いやめっちゃ美味しかったですね、美味しかったね、うん、はい、この後どうしますか、もうなんか予定とかまだ決まってないですけど、釣りしましょう、釣り、あ、いいっすか、いいっすね、そうだった、釣りしに来たんだった、うん、いいっすね、インド行く前に香港で釣り、なんか釣れるかな、何が釣れるんだろうね、分からん、あ、ほらガチャ、楽しみですよ、ガチャです、ガチャですね、開拓ですね、お、水晶売ってますよ、水晶持つ、お、すごい、すごいね、こういうなんか宝石とか金とか、はい、結構いっぱいありますね、ありますね、さすが都会ですね、こっち、うん、都会から急になんか香るから仕方が強い、都会だったりね、なんかちょっとあの。ちょっと離れたら、うん、あれここ、ウルマシカみたいな、うん、道間違えた急になんか、チュンリーのステージみたいな、チュンリーステージ、ははこことかね、こういうのかい、ここはチュンリーステージ、チュンリーステージ、ははははは、ニワトリかホテル戻って、釣り竿をね、取ってきました、海外の釣り初めてだね、ね、てか都会とかのね、釣りできるところがあるのかなっていう、日本人ですか？日本人ですよ。わかりました。
メリー君。ありがとうございます。ありがとう、シェイシェイ。はい、ということでタクシーを降りました。だからね、全然釣りできるような場所じゃないですね。ああ、むしろこれショッピングモールじゃない、これでっかいの都会だな、完全に。そう、おかげさん、まさかこれ水族館で釣りする予定ですか、もしかして。渡ってるって。あ、それ先なんですね。はい、いますね。ポイントまで歩いてるんですけど、ゴミ収集車がすごいんですよ。なんかぬいぐるみ、ぬいぐるみ、モンチッチもいる。モンチッチ、なんか声聞こえますね。して、して、して、殺してるって、して聞こえますね。すごいね、面白いね。で、バスがでかい。バスもね、速度がめっちゃ速いんですよ、このバス。これなんかね、ほんと車、もうバスですら死に速い、びっくりしますね。あ、やばい、おかげさんがなくなった。やばい、おかげさん、速いっす。おかげさん、どこ、バスに。あ、はい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 。さあ、ということでね、着きましたね。まあ、こちら、はい、こちらでね、すごいね、これね。これ見てください、これ大都会、大都会の真ん中に。これは川です。川、川、めっちゃ大都会。そして ね、釣り人がいないっすね。うん、で、香港の少年もね、やっぱ珍しそうにこう見てくれてる。香港の少年、こんにちは。ハロー、ハロー。 YouTube、 はい、ルアー釣りですね。こういうところに迷惑かけないようにね、はい、ちょっとね、あの、はい。さあ、ひっちゃん、大ヒット、トップですね。ポコ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 って。さあ、ひっちゃんのルアーがすごいですよね。適当にとりあえずバイブレーションとか投げてみようかな。あ、さあ、どうなるのか。なんかボイルしてる。ボイルしてる。サヨリっぽいのが泳いでる。通行人の方、かなり止まって見てくれます。あ、かなり、かなり止まってみんな見てるんですよ。辛い。いや、これがあれですね、洗礼受けてます。もの珍しさですね。さあ、ここでおかげさん、どうしましたか。すごいモヤモヤしてるから、投げたらポンポン当たるんですよ。マジっすか。けど、食ってきてる感じじゃないです。ボラちゃうかな。ボラか、ああ、なるほど。餌釣りだったら釣れたかもね。そんな大きい魚いない感じですね。渓流ミノーみたいな、はい、こんなんのが良かったかもしれないです、ね、なるほど。当たってきてるこのボヨンってやつも40、50ぐらいですね。うん、これターポン混じってるかもしれないです。ターポン、ターポンとか最高じゃないですか。このね、モヤモヤしてるところじゃないですか。そう、下にね、うん、ちょっと移動してきますので、こっちの辺もなんか波紋がすごい、波紋がモヤモヤしてるんですよ。これなんか絵がいいな、釣り竿持って背景ビルっていう、うん、なんか釣らなくてもね、このなんかいいよね、景色がいいね、またね、気持ちいい。弱ってる魚発見。弱ってますね。食われそうだな。こういう魚が死にいっぱいいるわけよ。こう見えるかな。え？マジ？何釣れた？キノコ。さあ、坊主逃れ。坊主逃れなのか。どんな問題？はい、あれから1時間ほど粘ってるんですけど、当たりもないですね。波紋はあるんですけどね、生命反応は。ダンスしてますね。そして336とおかけさんがちらで釣りしてます。さあ、何かしら釣れてほしい。そしてですね、こちらに自転車とかあるんですよ。で、U16 とかやってて、あちら自転車ありますね、建物の上に。もう絶対盗まれないだろ、これ。おかげさん、ついにヒット。何でした。コトヒキ、クワガナ。あー、クワガナ。おー、すげえ。これ沖縄でも釣れるんすよ。まさか香港でも釣れましたね、すげえ、うん、なんか模様ちょっと違うかな。ちょっとなんか違いますね、うん、背中の方がね。釣れないと思ったら釣れた。あ、って言うと、こて、メーキュー。香港の方も、こう珍しいねって言ってますね。こて、ワクサ、あー、こてキューメー。絶対食えないって言ってるんでしょ、こんな。コピーのほとぎって言うわ。あ、あっち、うん、ビッグフィッシュ。あっちは、あっちにビッグフィッシュほとは見たよって言ってますね、うん、あっち、Thank you。 Thank you。 すかさずリリースですね。はい、いいですね。釣れた。誰が。おかげさんが普通に釣りよった。普通に釣りよった。うん、すげえ。え、ナオもしかして、ナオなのかい。シーバス。嘘。うん、4キロ半の4キロ
そんな音したっけ？3キロ。あ、なんかそんな大物が釣れた音したっけ？3キロ、3キロ。これがおかげさんが釣ってるわっすね。タイのね、シャドウってライギョいるじゃないですか、虹色の。虹色、はい。あの虹色のライギョカラーのミノーですね。かっちょいい。かっちょいい。確かに色かっちょいいっすね、これ。あのクワガラの引きに、サオも全然頼った。はい、いや、いや、待って。待って、あの、比べるのがおかしいでしょ。このサオとクワガラ比べるのダメでしょ。しかもこれくらい。鬼平とか全然余裕で上げれるサオなのに、クワガラにも耐えれるとか。それはそうでしょうって、でしょうねでしょうか。ちょっと一休みということでね、飲み物を買ったんですけど、これね、ここにライチャーって書いてある。ライチャー、ライチャーっていうのはミルクティーっていう意味らしいです。はい、だからあのタピオカミルクティーとかいろいろあるじゃないですか、はい、あんなんが売ってるところは全部このライチャーって書いてあるから分かるんですよ。それで美味しいですよ。じゃあ言葉覚えてるんですね。言葉というか文字読めるんですね。そうですね、結構いろいろ読めるようになってきました。橋の手前ゾーンですね。さあこの面屋になってるとこがこっちね、よくフッシュイタが来るらしいですよ。この暗いとこから明るいところの境界線、さあ出るか。最後のポイントですね。うん、お当たった。当たった。ここ暑いかもしれん。今、橋のね下なんですけど、こういう風にね生活してる方がいらっしゃって、今携帯とか見てますね。明るいし暖かいし、なんか香港は気候がなんか沖縄に似てて、あんまりハードじゃない場所ですね。今いるところは気候的には、まあ、全然寝れるぐらいの暖かさがあります。どうでしたか、おげんさん。一回エイか、はい、なんかわからんけど、ちょっと超大型のやつが、はい、ここら辺をメリ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 ってやってました。マジっすか、やば。2、3匹すごいっすね。ボイルかなと思ったら、なんかどうもおかしいんですよね。何も食わないし、うん、ここ見てなんかおかげんさんここに寝ててもおかしくないなみたいな。だいたい仲良くなりますから。だいたい仲良くなるんで。ロンドンとかすごかった。なんかロンドンってこういう人たちがゴミ箱を縄張りにしてるんですよ。はい、横の風体で行ったから、はい、もう絶対縄張り荒らしに来た新エリアと思われて。お前なんだと。そう、最初ずっとその話で、うん、何のことやと思って、荒らしが来たぞっつってよう喋ったら、なんかそういうことやったんで、うん、あで違うって分かってからめっちゃ仲良くなって。面白いですね。この格好で得することばっかり。確かに、もう夜も遅いということで、うん、この辺で戻りますか。はい、いやけど十分だと思う。今日香港に来てで夜から釣り始めて、うん、釣れてますからね、うん、すごいよね。さすが岡健さんだ。さすが、ありがとうございます。じゃあまた、明日お会いしましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。